おちいい爪に効果的なつぶしニンニクの使い方。ニンニクはアリウム属とも呼ばれる多年草で、玉ねぎやネギと同じネギ属です。ニンニクは世界の多くの地域で生息し栽培されています。その独自の強い香りと風味のが料理に人気の食材ですが、昔からニンニクの薬効成分が多くの自然療法にも用いられています。 数多くある効能の中でも、ニンニクの持つ消毒成分が落ちーハ爪や爪の不快感に効果があると考えられています。落ちーハ爪の原因と症状。落ちーハ爪は、爪の片側または両側の下の肉が、爪の過生長や、それに対する肉の圧力によって、敏感になり炎症を起こした時に発生し、不快な症状や痛みを伴います。 きつい靴やハイヒールなども落ち位配爪の主な原因の一つで、特にハイヒールは体重が前方に移動するため、つま先の最も狭い部分が圧迫されたまま長時間を過ごすことで、落ち位爪のリスクが高まります。また、爪を正しい方法で切らない時にも内側に爪が落ち位配することがあります。爪は四角く切るのが正しい方法であり、 角を丸くすると、丸みを帯びた角の周りに肉が成長して、爪の成長とともに肉の中に落ちいはいする可能性があります。落ちいはい爪を切る時のヒント。足の爪を正しく切ることが、落ちいはい爪を予防する最初のステップとなります。ここからは、内側に入ってしまった足の爪を切る手順をご紹介しますが、 症状を悪化させる可能性があるため、すでに内側に入ってしまった爪を、この手順も踏まず、無理やり切ろうとしてはいけません。足指の爪をぬるま湯に浸して柔らかくします。清潔で鋭い爪切りで爪を先端に沿って均等に切ります。角を丸めたり、切りすぎたりしないでください。落ち入爪の症状が緩和するまでは、 幅の広い靴を履くことをおすすめします。ニンニクの特性。ニンニクはおちいはい爪におすすめの注目すべき自然療法です。昔からニンニクの薬効成分が多くの用途に使われてきました。ニンニク含まれるアリシンという化合物は、潰したり噛む時に鼻出される硫酸化合物の一つで、ニンニク特有の匂いの原因の一つです。 天然の防腐作用と治癒作用があるニンニクは落ち葉ハ爪が原因の不快な症状を和らげるのに効果を発揮します。落ち葉ハ爪のニンニク治療1、ニンニクとブイックスブエポラップ。ブイックスブエポラップは、落ち葉ハ爪をはじめとする爪の炎症や痛みを和らげるメンソール軟膏です。ニンニクと組み合わせると、さらにその効果が高まります。 材料。v x スブエポラップ2 0 g ニンニク一辺包帯。使用方法。しっかりとしたペースト状になるまで潰しニンニクと軟膏を混ぜます。おちいい爪にトフしたら包帯で覆います。就寝前に行って一晩そのままにします。5日間連続していってください。 2. ニンニク療法。消毒作用とあらが炎症作用があるニンニクは、おち葉い爪を和らげるホームプリートメントとして利用できます。材料。水、1リットル、ニンニク、一片、化粧用コットン。使用方法。水を沸騰させたら足が入るサイズの容器に注ぎます。 少し冷めて足を入れるのに良い温度になったら、落ちはい爪を発症している足の爪を慎重に湯に浸します。綺麗な布で足を乾かします。ニンニクを潰し、ニンニクペーストを作ったらコットンに浸します。ニンニクを潰します。ニンニクペーストに面を浸し、爪に置いて感染症を予防します。 1>, 1日に2から3回繰り返してください。その他のアドバイス。糖尿病、小さな子供、神経の損傷、通常は足や足の損傷、血行不良、爪の周りの感染症などを発症している場合は、最初に医師の診察を受けることが大切であり、自然療法だけで自宅で治療しようと考えてはいけません。 医師の診察により正しい治療が提示されたら、今回ご紹介した方法を医師の治療を補完するものとして試していいかを医師に相談してください。